さん、ようこそ、さて本日の時間こちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、ネスカフェのゴールドブレンド、コク深めレギュラーソイオールコーヒーを飲みたいと思います。以前の香りの方はそんなにっていう感じでしたんですけど、これはどんな、やっぱり違うのかな。はい、今回ももうすでに入れてあります。で、もちろんいつものブライトのやつも入れやってますよ。では、まずそのままのやつから飲んでいきますね。飲んでみ、飲みますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。香りの時に比べれば違いもあると思うんですけど、やっぱり通常版とあまり違いがないような気もしますね。やっぱりコーヒーって難しいな。前回の香り爽やかコーヒーと比べると確かに味に深み、コクはあるようには感じましたが、通常版とそこまで劇的に違っているというわけではない印象ですね。通常版にちょっと確かに違いはあるんですけど、そこまで強調するほどではないので、ほぼ同じような感覚で飲めるコーヒーといえるでしょう。ただ逆に言うと、わざわざこっち買う意味あるかなというふうな、そういうイメージにもなります。なのでこれもこちらの点数とさせていただきます。もちろんブライトとの相性も同じような感じで、コーヒー自体の味はちょっと変わるんですけど、それぞれのブライトの味をより引き出していくというほどではないですね。これなので、どのブライトが合うかは完全にお好みになります。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。